いや、今回桜企画でですね、お祖父さんの前の桜の前で歌おうと思ったんですけれども、ちょっとあいにくの雨で残念ですけれども、それならということで、トースポさんの編集局の方でちょっと乱入して、ゲリラライブをさせていただこうかなと思います。今から行きたいと思います。こちらがトースポさんの編集局ということで、まあ多分編集局を見る機会も多分なかなかないと思うので、ちょっとこの機会にぜひぜひ、ちょっと俺の判断じゃなくて、皆様すいません、お仕事中失礼いたします。木村隆三と申します。今回ですね、舞桜の旅というものをやってまして、トースポさんの外にある桜の前で歌わせていただこうと思ったんですけれども、ちょっと雨の、あいにくの雨なので、失礼ながら、局内で歌わせていただきます。よろしくお願いします。もしも願いが一つ会うなら、もう一度あなたに ありがとうございました。